今日は築地市場に来ました。プロのための市場というイメージが強い場所ですが、実は一般の方でもお買い物を楽しめる場所がたくさんあります。今日はお正月の食材の準備のためにそういった場所にご案内したいと思います。で、今日は市場を歩くということで市場専用の長靴を履いてきました。この長靴は魚の油が床についていても滑らないという長靴で、市場の中で購入しました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。原始ユニットで魚を担当していた山田と申します。今年はですね、去年と比べると10% ぐらいは、はい、多少うちも他の魚が結構高い高いと言われてるんで、まあ、マグロはこうそのぐらいの値段で売りたいなというふうに思ってます、はい。鮭や干しスルメなどは高かった去年よりもさらに値上がりしました。一方、本マグロは去年より値下がりしています。これはもう2人の息が合ってないとできないんで、はい、スーパーってみんな赤くてなんかツヤっぽいの買えばいいのかなって。やっぱさっき言ったこの赤身と中トロのこの差がきれいに出てるものっていうのは非常に鮮度がいいんで美味しくなってきます。でちょっとやっぱですね、時間が経つとこう今まだこれ色発色してないんですけど、ちょっと曇ったような色になってくるんで、その辺はもうお店で見てもらえればですね、分かると思いますんで。じゃあ次は卵焼き屋さんに向かいます。寿司用の卵なんで、完全に冷めてから出すあの味っていうのを計算して塩加減、出汁の塩加減を作ってます。だから熱いうちは本当に美味しい。海苔は入ってる。辛い方ですか？そうですか。海苔は入ってる。おー。美味しい。甘い。すいません。完全に顔が。今年数の子はね、平年並みですよ。あ、普通、うん、で品物いい。あ、いい、うん、同じ価格でもさ、厚みだとかこの食感という、まあ、食べた時の食感もそうですし、厚みもいいしね、いいですよ。握り子っていうのは船上でニシンの中を裂いてそのまま塩漬けしたものだから、作業工程の中でここになるまでに一回もう凍らせてない、うん、あまりにも鮮度がいいからギュッとこう身が締まる。それでこういう形してる。そういうもの、一見見た目は悪いけれども食感とあのニシンの香りがする。匂いが違う。今年はいくらはね、申し訳ないけど高かったりとかして、カニもちょっと高いですからね。だから本当にこういう数の子とか、例年並みでやっぱり安い商品、自信持って出せるのは今、今年は数の子中心でこんだけちょっとこういつもより広げて置いてるんですよね。今日いかがでしたか？築地ってちょっと敷居が高い気がしてたんですけど、もちろん場内は普段なかなか入れないことだったんですけども、場外は結構個人でも買えるサイズでいろいろあるし、意外と安い。こちら大きいです。